体操を始める前の注意点です。両手を広げて物にぶつからないくらいの広いスペースで行うようにしてください。当日の体調の確認を行い、無理のない範囲で行いましょう。バランスなど不安のある方は手すりや壁を支えにして行いましょう。首や肩、腰に持病のある方は主治医の先生や担当セラピストに相談をしてから行ってください。また体操中は血圧上昇を防ぐため息をこらえないようにしましょう。適宜休息を挟み、水分補給をこまめに行いましょう。以上のことに気をつけて、レッツトライ。首のストレッチです。椅子へ座ります。両腕を頭の後ろで組み、頭を支えます。おへそを見るように頭を下へ引きます。首の後ろが伸びていることを意識しましょう。10秒間行います。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 次に腕を下へ下ろし、天井を見るように顔を上へ向けましょう。これは首の前が伸びることを意識して行います。10秒間行いましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 次に首の横を伸ばすストレッチです。片方の腕を後ろへ回し、反対の手で頭を支えます。支えた手で頭を横へ倒します。首の横が伸びることを意識しましょう。10秒間行います。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 反対も同じように伸ばしましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 次に胸の前を伸ばすストレッチです。丸めたバスタオルを縦に置き、その上に仰向けになります。腕を天井に向かって伸ばし、肩の高さで肘を引いて胸を張ります。10秒間伸ばしましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 次に背中を伸ばすストレッチです。仰向けになり、丸めたバスタオルを肩甲骨の下へ入れます。両腕を上に上げていきます。背中が伸びることを意識して行いましょう。10秒間伸ばします。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 ゆっくりと腕を元の位置へ戻します。次は首の前の筋肉を鍛えるトレーニングです。枕を用いて仰向けになります。顎を引きながら枕をまっすぐと下に潰してみましょう。息を吐きながら10回潰します。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。
10